サッカー J1 清水エスパルスに復帰したフォワード北川晃也選手が今日アイスタで会見を開き、熱い思いを語りました。このクラブは私に夢を与えてくれたクラブ、もう一度オレンジのユニフォームを着て日本平のピッチに立ちたいっていう思いが強かったです。オーストリア一部の SK ラピードウィーンから3シーズンぶりにエスパルスに復帰した北川晃也選手。静岡市出身の北川選手はユースで頭角を現しトップ昇格を果たすと、背番号23を背負いエースストライカーとして活躍しました。2018年には日本代表に初招集、活躍の場を海外に移しましたが、怪我の影響もあり思うような結果を残せませんでした。すでにチームに合流している北川選手、早ければ来月中旬からの出場が可能です。目指すべきところはタイトルだと思います。早く日本平のピッチで得点する姿を見せれればなと思います。